学校は千葉県三部市松尾町大庭にある県立高等学校。1909年創立。2006年度より男女共学を開始した。2008年に創立100周年を迎えた伝統ある学校である。校舎は九十九里平野を見下ろす高台にあり、生徒は毎日長い坂を登って登校する。春には坂の両脇にある華麗な桜が満開になり毎年。 見どころになる。また、1984年の創立75周年、記念事業として作られた古典植物園が敷地内にあり、自然に囲まれている。敷地内には、気境寮という生徒宿泊研修施設があり、部活動の強化合宿等に使用している。毎年春には、芝山に王村殿塚姫塚、 ハスマ海浜公園まで約1 0トルの道のりを徒歩で向かう学校遠足が行われる。開校以来、女子校一筋で生徒を排出してきていたが、少子化による生徒減少の影響で2006年度より教学化を開始した。現在は学年あたり約160名の規模である。1年時は共通カリキュラムであるが、2年時よりコース制が適用される。 1937年、松尾工場の工期が制定された。この工期は根治に工場時代の工場を廃したもので、新生高校移行後には工場を染め直して用いられた。2009年、創立100周年記念事業の一環として新工期が導入された。教科合宿等には敷地内にある寄居寮を利用している。吹奏楽の名門校として有名であり。 東関東吹奏楽コンクール入賞の常連校である。カナダ、東欧ハンガリー等への親善友好演奏旅行も毎年行っており、活動に熱心である。JR 総武本線、松尾駅より徒歩10分。ありがとうございます。